はい、本日はですね、こちらアークテリクスのそっくりなジャケットをですね、比較していきたいなというふうに思います。ということで、アークテリクスジャケットです。こちらパッとまず見てもらいましょうか。めちゃくちゃ似てるんですよ。片方がですね、ゼータ SL っていうのと、ベータ LT っていう名前でね、もう僕もちょっとこんがらがっておりますが、こちらの方がベータ LT です。で、こっちの方がゼータ SL になっております。ただですね、これそもそもアークテリクスって結構ジャケット似てるっちゃ似てるんですよ。だからね、あんまり違いはないっちゃ違いはないんやけども、まあ、たまにねこういったゴールドのロゴのやつがあったりだとか、それ以外にはねこういうちょっと薄めのねジャケットがあったりだとか、あとはこう中綿がね入ってるようなジャケットがあったりするっていうところで、まあ、この辺は見たらわかるじゃないですか。はいはいはい、見たらなんかなんとなく違いわかるよって。こういうのやったらまあ冬場に使うんですよ、中綿入ってるからって。で、逆にこういう薄いやつやったらね、夏場とかに使うんちゃいます。その通りなんですよ。ただですね、このジャケット2つに関しては非常に似てる。もう何が何かほぼ違いがわからへんということなんですけども、じゃあここで細かくね動画を作ってね比較していこうじゃないかということで、本日の流れとしてはですね、まずはお値段から見ていきます。お値段から見ていって、その後着心地とかね、シルエットとか動きやすさとかね、まあそういうのを見ていってもらって、あ、自分にはどっちが合ってるかなというのをね見てもらおうかなと思うんですが、まずはじゃあ値段からいきましょう。こちらベータ LT っていう方がね、実は2021年の春夏に出たばっかりなんですよ。だからまあまあ新しいんですよね。で、これが5万5000円、5万円以上消費税ですね。で、次のゼータ SL っていうのは、これもまた最近出てるんですけど、2020年の春夏ぐらいに出てるんでね、ちょうど1学年年下、まあ要はこっちの方が兄貴なんですね。兄貴やねんけども、ゼータちゃん兄貴やねんけども、4万4000円、兄貴の方が比較的リーズナブルですね。ということで、たまにあるじゃないですか、兄弟とかでもお兄ちゃんの方が優しかったりしてね、弟の方がめちゃくちゃ勝ち気やなっていうのって結構兄弟あるあるかなと思うんですけど、僕のところはですね、僕が兄貴で弟いてるんですけども、全く逆なんですよね。どっちかって僕の方が次男っぽい感じで勝ち気な感じなんですけども、弟の方が優しいというところで、まあ兄弟によってもちょっとそういうの違うのありますよねなんていうのもあったり、でも大体はね、まあ長男っていうのがまあ優しくて、まあ次男っていうのが貸し切っていうのがまあ相場じゃないですか。まあそんな感じ。長男はね、優しいから4万円で出してます。これ優しいかどうかわからんけども、ゼータ SL ちゃんね、2020年の春夏に出てる。で、対して1年後に出たこちらのベータ LT は次男ですよね。だからちょっと優しくない、貸し切やからね、勝ちに行ったんですよね。5万5000円ということで、まずこれでね値段は分かりましたね。1万円の違いがあると。じゃあその後は着ていきましょう。着ていてね、どういう違いがあるんかというところで、まずは長男のゼータ SL からね、いきますね。ではですね、見ていただきましょう。こんな感じです。サイズは、M サイズです。両方ともね、ゼータこちら SL、長男の方も、次男のベータ LT の方も、両方とも M サイズで着用してるんですけども、まあこういったサイズ感ですね。少しね、こうお尻の方が長くなって、こう隠れるようなね、お尻がちょうどすっぽり全部隠れてるぐらいのサイズ感になってます。じゃあ次ね、ベータ LT に移動します。はい、こちらもね、L サイズで着用してるんですが、若干こっちの方が大きいというか、着丈が若干長いかもしれないですね。もう前もね結構長めやし、後ろなんかねもうすっぽりお尻隠れてる状態なんで、同じ M サイズでもベータ LT の方が、まあ、着丈が長めに作られてて、横幅とかほぼ変わらないですね。着丈がちょっと長いかなというところでね、これがね着た感じになってますね。次はじゃあですね、動きやすさとか見ていこうじゃないですか。あとこう、まあ、着ていったのもいいんやけども、着た時ってまあ大体一日中着てるから、動きやすさとかそんなんどうなんかなと思った時に、こちらの今着てる弟のねベータ LT の方がちょっとね生地感がねはっきりしてるというか、ちょっとパリッとしてるようなね質感なんですよ。で、アークテリクスね、ややこしい、いつもややこしいややこしいって言うんですけどもね、ゼータ SL でしょ、こっちがね、長男が。で、僕今着てる弟の方がベータ LT じゃないですか。 SL と LT ってちょっとランク付けが違うらしいんですよ。 SL 長男の方はより軽いスーパーライトって言って、頭文字取って SL。 あ、なるほど、それ覚えやすいやないかって感じじゃないですか。で、次じゃあ LT なんなんていうと、ライトなんですね。だからライトとスーパーライトやから、スーパーライトの方がやっぱ軽くて生地が薄いんですよ。で、対してこっちは LT の普通のライトやからね、もうちょっと耐久性があって、軽量は軽量やねんけども、 SL よりはちょっと上だよねということで、ちょっとまたややこしくはなってくるんやけども、まあとにかくベータの方が若干生地に張り腰があるというか、ちょっとパリパリしてる。まあこれが新品やからっていうのもあるんやけども、ちょっと固めかなというような、ね、印象があります。で、こっちのねゼータの方がこう柔らかいようなね感じですね。まあ比べやんとこれはちょっと分からへんと思いますけども、まあその辺が着心地ですね。で、次機能面なんですけど、それは1万円高いんでしょ。弟の方頑張って負けん気強いからね、1万円俺の方がちょっと高くいったって言うと、まあそれは分かったけども、で1万円じゃあ高くするんやったらどんな付加価値ついてるんですかというところじゃないですか。大人のチャンネルやからね、付加価値なんてちょっと難しい言葉入れてもね、皆さんはーって聞いてくれるんやけども、頭よく見せようと思って賢い言葉使っちゃったんですけども、まあどういうところね価値ついてるんかというとですね、まずアークテリクスってね、いいなって僕思うのが、このフードのところにね、ここワイヤーいつも入ってるんですよ。だからよくアウトドアのやつって、他ってねこういうワイヤーが入ってなくて、この、ね、よっ
璧にって折れ曲がってるでしょ。あれ僕ねかっこ悪いなと思ってて、ね、でもしゃあないもんやと思ってたけども、アークテリクスのマウンテンパーカーって全部このワイヤー入ってあるんですよね。まあ全部じゃないか、でもある程度はね入ってあるんですよ。でこれベータ LT も入ってるしゼータ SL も入ってるんですよね。ほなそれは一緒やないかと、まあわかりましたと。じゃあ次どういうとこ違うんかというとね、このフードのねドローコードがねベータ LT にはあるんですよ。でフードのドローコードってどんな時に使うのっていうところじゃないですか。まあこうやってフードかぶりますよね。ほんでもうちょっとねこの見えてる幅をねギュッて狭くしたいとかっていう時なんかはね、これをねギューって絞っていってあげたらね、こういうところで幅がね隙間がなくなってキュッてなるでしょ。でまあ僕中学の時ねピーナッツって先輩らが言われててね、おいピーナッツ行くぞって言われたんですけど、まあ今こうやって見てもピーナッツが押してますよね完全にね。キュウリとかピーナッツとかそっち系の顔してるんですけども、まあその時の先輩方はね皆さんどうされてるんかなと思ったりするんですけども、もし元気やったらねまたコメントいただければななんて思いますが、まあこういうピーナッツ状態になれるっていうことでギュッてね幅をね狭めれたりとか縦をねギュッて狭めれたりとかっていう、まあこういう調節ができるドローコードがついてるっていうのが LT です。で対してゼータにはそれはありません。だからまあ一応フードとかはつけれるんやけども、別にこんなん絞ったりすることないですよと。街中をってねそもそもフードかぶること自体ないし、フードかぶってドローコードするなんかまあ 100% ないですっていう方からしたらね、いやゼータでよくないですかっていう話なんですけども、まあここがまず違いますよね。そして次の違うところっていうのがこのねベンチレーションなんですよね。でベンチレーションというとですね、この脇のとこにあるこう熱をね熱くなったらこの窓ピュッて開けてあげて、こっちは社会の窓ではございません、あのご安心くださいね、これは社会の窓ではないんですけども、ここピュッて開けることによってね中の熱がファーと逃げていくというところでね、こういったよりこうスポーティーというかな、こう動くことを考えられて作られてるんですが、このゼータにはそういう機能はございません。だから特にジップとかなくてね、必要最低限というかな、やっぱさすが SL ですよね、スーパーライト言ってるぐらいからやっぱ超軽量系に作られてるので、まあ、余計な機能は省いていこうじゃないかというのがね兄貴の考え方です。じゃあ弟は何やって言ったら負けへんぞと、兄貴なんか絶対負けるかいってね、値段一番上げるし機能もモリモリにしていくっていうところがこちらのベータじゃんなんですね。名前のね覚え方ちょっと非常にややこしいです。っていうのもなんでかというとこのゼータってね2020年に出たって言ってたじゃないですか。ああ言ってたねと、確かにあの長男やから2020年に出てまだ今2歳児ですとか言ってたんですけどもね、その前ね実は名前ベータという名前だったんですよ。だから2019年まではベータ SL とかっていう名前になってて、もうややこしいやないかと、こっちがベータ次男やと思ってたらベータは次男やと思ってたら違うんですよ、ね、実はゼータちゃんももともとは生まれ変わりやって前世はねベータとして生きてたんですよ。だからこの辺がね非常にややこしい。ネットとかで調べたらベータ SL が出てきてね、えこれタクト言ってることちゃうやないかいってなるんですけども、そこはねちょっと一旦忘れてください。実はゼータもね生まれ変わりやったんやっていうことをねここで知っていただけるいいチャンスやなと思いまして、まあ僕ははっきり言ってこのことはねどうでもいいと思ってます。名前なんかどうでもいいからとにかく分かりやすくしてくれというのがねいつもいつも思っておりますし、いつもいつもこうやってね世界に向けて発信はしてるんですけども、なかなか名前は変わらない、覚えにくい名前がずらっと並んでるんですけども、まあそういったところがね機能面としては違いになってくるんかなと思います。裾のねドローコードっていうのは両方ともあります。ベータ LT の次男の方もあるし、長男のね2歳児のゼータちゃんもあるっていうことなんで、まあ、違うところをねまとめていくと、まずドローコード、フードのドローコードがあるっていうところと、次ベンチレーションがあるっていうところと、生地がちょっとだけ張り越しのあるちょっと頑丈そうな生地が使われてるっていうところがね、ベータとゼータのもう決定的な違いというか、もう何が違うのっていうとそこがね違うことになってきます。で次はね、まあ、動きやすさにも直結してくるかなと思うんですけども、重量重さをね見ていきたいなと思います。でもともとね両方とも軽量なんですよ。アークテリクスの中でも軽量やなんですけども、まあ、さらにスーパーライトの軽量なのか、ライトの普通の軽量なのかっていうのがどれぐらい違うんかっていうのはね見てもらえればなと思いますので測っていきますね。こういうアークテリクス系ってねこうやってフードにね全部くるくるくるって掘り込んで収納することができるんですよ。これがベータ LT です。この辺便利ですよね。フードがちょっと大きめに作られてるっていうのもねあると思うんですけども、ではではまずはベータから測っていきたいなと思います。こちらのね測りをご覧ください。ではねベータ置いていきます。ズドン 388g。 次はゼータいきます。次は重さどんなもんでしょうか。 314g という 15g、 16、 17ちょっと増えたな、まあ、さっきとね数十グラム違いがありますね。はい、ということでね、まあ、たった数十グラムやないかと、そんなもん全然関係ないやないかいと思うじゃないですか。でね僕もはっきり言ってそう思います。数十グラムやったらね違いなんかないようなもんやねんけども、ただこういうハイスペックモデルとかやったらやっぱ多分登山とかで使うこと考えられて、登山ってね数十グラム違うだけでえらい違うらしいんですよ。なんかすごいね冒険家の人の話一回聞いたことあるんですけども、それ何かって言ったらね、登山とかでねいっぱい荷物背負うときに歯磨き粉あるじゃないですか。あの歯磨き粉をね穴開けて歯磨き粉の中身取り出して5グラムぐらい少なくしたりとかするらしいんですよね。そこまでやんのと。もう僕らなんかね全然気にせんと、その辺のポテチ食ってねアイス食べてねラーメン食ってね体重
重計測ってね、まあ1キロぐらい前後してもね、そんなもん誤差やぐらいじゃないですか。1キロ違う、そんなもん誤差ぐらいだけども、ああいうところに行くプロフェッショナルの人ってたった5グラムですらね、あのなくしていこうとか、僕ら1000グラム超えても誤差やって言ってるのに、えらい違いですけどもね。まあそんな話聞いたらね、僕はもう絶対プロにはなられへんなと思うんですけども、そうやってね、あのやってはるということなんで、まあたった何十グラムしか違わないんですけども、そうやってまあ人によってはものすごい差やし、僕みたいな人にとっては全く関係ない、ほぼ誤差というかほぼ一緒と思ってるんですけど、まあその辺が違いと。そしてね、最後はじゃあおすすめの人、これをここまで見ていただいた方にね、じゃあどっちがおすすめなのというと、ここまで聞いたら分かりますよね。どう考えても普通に街中で着るだけやったら、まあドローコードもいらんし、ベンチレーションもいりませんよね。まあスポーツとかするとか自転車乗りはるとかって違うかもしれんけども、普通に着るだけやねんって言ったらもう全然ゼータで OK っていうか、むしろそれの方がコスパがいいというか、4万4000円でこう無駄な機能をきっちり省いてこう軽く仕上げてると。で持ち運びも便利だから、多くの方はねこちらのゼータになってくると思います。じゃあ対してこのベータの方はね、どんな人なんかっていうと、このベータのレビューの時にもねちょっとお話しちらっとしたんですけども、やっぱりちょっと生地が頑丈になってるっていうことで、こうちょっと擦ったりとかちょっとぶつかったりとかした時でもね安心できます言うてね、あのその時はねスーパータマデとかってね、まあ大阪にスーパータマデってあるんですけども、まあそこはねあのよく1円セールって言ってやってるんですね。なんか食材とかね、あの野菜とかたった1円で売られてるんですよ。でその嘘やろと思うかもしれないですけど、大阪の方やったらね、そう1円で売られてんねんってことなんですけどね、さすがなにわですよね。そうなったらもうみんながうわーっと行くし、もう取り合いですよね。あの特に大阪の年末のセールなんかはとんでもない、ワゴンセールなんかしたらね、もうおばちゃんがおばちゃんを押しまくってですね、もう途中からおっさんになったんちゃうかっていうぐらいね、もう怒号とかこう鳴り響くんですよね。そんな時にじゃあ着ていくってなったらやっぱ頑丈の方がいいですよねなんていう話はしてたんですけども、そんなところから見てもね、やっぱりこういうのを着たい方って着る方っていうのはやっぱり登山されてる方とかスポーツされてる方、それがね大阪のおばちゃん、まあその辺がね着るっていうのが一番いいかなと思います。まあベンチレーションもねついてますし、暑くなったりしたらこう熱気寝かせれるっていうのもあったりしますのでいいんかなと思うんですけども、意外とねでもね僕ベンチレーション結構好きなんですよ。でベンチレーションなんか関係ないわと思うかもしれないんですけどね、あるかないかでえらい違う、全然違うんですよ。でどんな時に一番違い感じるかっていうと、僕はやっぱ自転車よく乗るんで、毎日自転車乗ってるんですよ。自転車乗った時にちょっと暑いなと思ってピュッて上げるじゃないですか。ほんなら冷たい風が入ってきて、こう体ひんやりするし、で寒だったなと思ったらすぐピュッて閉めたらいいだけなんで、意外とねこれ使えるんですよ。だからまあ別にこれをね無理してベンチレーションにする必要はないと思うんです。っていうのもやっぱこのジャケットで多分重ね着レイヤーするんで、こういうロンティーの上にこうフリース着て、なおかつこうインナーダウン着て、最後にこれ着るやったら脇だけ開けたってしゃあないんですよね。そうなってくるとね、この中のやつもベンチレーションがまた必要になってくるじゃないですか。そしたらね、中のやつでもねベンチレーションあるやつはあるんですよ、ものによったら。例えばこういうノースフェイスのね、あのアンタークティカバーサロフトってやつやったらね、こう脇のとこにベンチレーションあるから、これやったらこのフリース着た上でこういうマウンテンパーカー着てもね、ベンチレーションオンザベンチレーションっていうね、あのトリプル技をかませるんですけど、ダブルトリックをできるんですけどね、まあ、基本的にはあの、まあ、一般で使ってるのはゼータでいいかなと思います。じゃあお前ベンチレーションどんな時使うのと言われたらですね、やっぱりダウンジャケットにねベンチレーションあの最高ですよ。なんでかってロンティーの上とかによく着るじゃないですか。でロンティーの上とかに着てね、暑いなと思ったらね、このベンチレーションピュッて上げてあげたらね、めちゃくちゃ涼しいんですよ。でまあこういうのもあるし、こういったね水サーダウンとかもね、あのベンチレーションあったりするんですけども、そうですね、ありますね。まあこんなんね、ダウンジャケットはね結構ベンチレーションあって便利やなと思うんですけど、まあこういう薄手のシェルはね、まあ必要ないかななんて思いますので、今日はこの辺で終わりたいなと思います。もしかしたらねこれ見ていただいてね、参考になったという方もいらっしゃるかもしれへんし、よりゼータとベータの違いが分からなくなったという方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、この辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、アークテリクスのゼータ SL とベータ LT をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。